レモン。梶井基次郎著。この作品は大正十四年。青空創刊号に発表されました。二十四歳の時の作品です。レモン。得体の知れない不吉な塊が。私の心を始終押さえつけていた。 焦燥と言おうか、言語と言おうか。酒を飲んだ後に二日酔いがあるように、酒を毎日飲んでいると、二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した敗戦語りや神経衰弱がいけないのではない。また背を焼くような借金などがいけないのではない。 いいけななののはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽もどんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった蓄音機を聴かせてもらいにわざわざ出かけて行っても最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる何かが私をいたたまらずさせるのだ。 それで十私は町から町を放浪し続けていた。なぜだかその頃、私はみすぼらしくて美しいものに強く引きつけられたのを覚えている。風景にしても壊れかかった町だとかその町にしてもよそよそしい表通りよりもどこか親しみのある汚い洗濯物が干してあったりガラクタが転がしてあったり。 むさ苦しい部屋が覗いたりする裏通りが好きであった雨や風が蝕んでやがて土に帰ってしまうといったような趣のある町で土塀が崩れていたり柳が傾きかかっていたり勢いのいいのは植物だけで時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったりカンナが咲いていたりする時々私はそんな道を歩きながら ふとそこが京都ではなくて京都から何百里も離れた仙台とか長崎とかそのような町へ今自分が来ているのだという錯覚を起こそうと努める私はできることなら京都から逃げ出して誰一人知らないような町へ行ってしまいたかった第一に安静がらんとした旅館の一室正常な布団 匂いのいい蚊帳とのりのよく効いた浴衣そこで一ヶ月ほど何も思わず横になりたい出川区はここがいつの間にかその町になっているのだったら錯覚がようやく成功し始めると私はそれからそれへ想像の絵の具を塗りつけていく何のことはない私の錯覚と壊れかかった町との二重写しである そして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ。私はまたあの花火というやつが好きになった。花火そのものは第二弾としてあの安っぽい絵具で赤や青や様々な縞模様を持った花火の束。中山寺の星下り、花合戦、枯れすすき。それからネズミ花火というのは 一つずつ輪になっていて箱に詰めてある。そんなものが変に私の心をそそった。それからまたビードロという色ガラスで鯛や花を打ち出してあるおはじきが好きになったし軟禁玉が好きになった。またそれをなめてみるのが私にとって何とも言えない凶楽だったのだ。あのビードロの味ほどかすかな涼しい味があるものか。 私は幼い時よくそれを口に入れては父母に叱られたものだがその幼い時の甘い記憶が大きくなって落ちぶれた私によみがえってくるせいだろうか全くあの味にはかすかな爽やかななんとなく「シビ」といったような味覚が漂っている察しはつくだろうが私にはまるで金がなかったとはいえ そんなものを見て少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには贅沢ということが必要であった。二銭や三銭のものといって贅沢なもの美しいものといって無気力な私の触覚にむしろこびてくるものそういったものが自然私を慰めるのだ生活がまだ蝕まれていなかった以前私の好きであったところは 赤や黄のオードコロンやオードキニン洒落れた切子在庫や天下なロココ趣味の浮き模様を使った琥珀色や翡翠色の香水瓶キセル小刀石鹸タバコ私はそんなものを見るのに小一時間も費やすことがあったそして結局 一等いい鉛筆を一本買うぐらいの贅沢をするのだったしかしここももうその頃の私にとっては重苦しい場所に過ぎなかった書籍学生勘定代、これらは皆借金取りの亡霊のように私には見えるのだったある朝その頃私は孔の友達から乙の友達へというふうに 友達の下宿を転々として暮らしていたのだが友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中にぽつねんと一人取り残された私はまたそこからさまよいでなければならなかった何かが私を追い立てるそして町から町へ先に行ったような裏通りを歩いたり駄菓子屋の前で立ち止まったり乾物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたり うととうう私は二条の方へ寺町を下がりそこの果物屋で足を止めたここでちょっとその果物屋を紹介したいのだがその果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であったそこは決して立派な店ではなかったのだが果物屋固有の美しさが最も露骨に感じられた果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって その台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える何か華やかな美しい音楽のアレッグロの流れが見る人を石に化したというゴルゴンの鬼面的なものを差しつけられてあんな色彩やあんなボリュームに凝り固まったというふうに果物は並んでいる青物もやはり奥へ行けば行くほどうずかく積まれている 実際あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかった。それから水につけてある豆だとかくわいだとか。またそこの家の美しいのは夜だった。寺町通りは一体ににぎやかな通りで、といって漢字は東京や大阪よりはずっと住んでいるが、飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ている。それがどうしたわけか。 そののの周囲だだ。けが妙に暗いもともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので暗いのは当然だったがその林家が寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのがはっきりしないしかしその家が暗くなかったらあんなにも私を誘惑するには至らなかったと思うもう一つは その家の打ち出したひさしなのだがその日差しがまぶかにかぶった帽子のひさしのようにこれは形容というよりも「おやあそこの店は帽子のひさしをやけに下げているぞ」と思わせるほどなのでひさしの上はこれも真っ暗なのだそう周囲が真っ暗なため店頭につけられたいくつもの伝統がーのように浴びせかける絢爛は 周囲の何者にも奪われることなく欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ裸の伝統が細長いらせんをきりきり目の中へ差し込んでくる往来に立ってまた近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物店の店ほどその時々の私を鏡がらせたものは寺町の中でもまれだった。 その日私はいつになくその店で買い物をした。というのは、その店には珍しいレモンが出ていたのだ。レモンなどごくありふれている。がその店というのも、三つぼらしくはないまでも、ただ当たり前の八百屋に過ぎなかったので、それまであまり見かけたことはなかった。一体私は、あのレモンが好きだ。レモンエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色も、 それからあの竹の詰まった防水系の格好も結局私はそれを一つだけ買うことにしたそれからの私はどこへどう歩いたのだろう私は長い間町を歩いていた始終私の心を押さえつけていた不吉な塊がそれを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて私は町の上で非常に幸福であった 「あんなにしつこかった憂鬱がそんなものの一家で紛らされる」「あるいは不審なことが逆説的な本当であった」「それにしても心というやつは何という不思議なやつだろう」「そのレモンの冷たさは例えようもなくよかった」「その頃私は肺腺を悪くしていていつも体に熱が出た」 事実友達の誰からに私の熱を見せびらかすために手の握り合いなどをしてみるのだが私の手のひらが誰のよりも熱かったその熱いせいだったのだろう握っている手のひらから身内に染み通っていくようなその冷たさは快いものだった私は何度も何度もその果実を鼻に持って行っては嗅いでみた それの産地だというカリフォルニアが想像に上ってくる漢文で習った「みかんを売る者」の言葉の中に書いてあった「鼻を打つ」という言葉が切れ切れに浮かんでくるそして深々と胸いっぱいににおやかな空気を吸い込めばついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔には温かい血のほとぼりが昇ってきて なんだか身内に元気が目覚めてきたのだった。実際あんな単純な霊覚や触覚や嗅覚や視覚がずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて私は不思議に思える。それがあの頃のことなんだから私はもう往来を軽やかな興奮に弾んで一種誇りかな気持ちさえ感じながら 美的相続をして町をか歩した詩人のことなど思い浮かべては歩いていた汚れた手ぬぐいの上へ乗せてみたりマントの上へあてがってみたりして色の繁栄を測ったりまたこんなことを思ったりつまりはこの重さなんだなその重さこそ常々尋ねあぐんでいたものでお互いもなくこの重さはすべての良いものすべての美しいものを 重量に換算してきた重さであるとか思い上がった快虐心からそんな馬鹿げたことを考えてみたり何がさて私は幸福だったのだどこをどう歩いたのだろう私が最後に立ったのは丸禅の前だった平常をあに避けていた丸禅がその時の私にはやすやすと入れるように思えた 今日は一つ入ってみてみやろう。そして私はずかずか入っていった。しかしどうしたことだろう。私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。香水の瓶にも着せるにも私の心はのしかかってはいかなかった。憂鬱が立てこめてくる。私は歩き回った疲労が出てきたのだと思った。私は画本の棚の前へ行ってみた。 ガシをの重たいのを取り出すのさえ常に増して力がいるなと思ったしかし私は一冊ずつ抜き出しては見るそして開けては見るのだが克明にははぐっていく気持ちはさらに湧いてこないしかも呪われたことにはまた次の一冊を引き出してくるそれも同じことだそれでいって一度バラバラっとやってみなくては気が済まないのだ それ以上はたまらなくなってそこへ置いてしまう以前の位置へ戻すことさえできない私は幾度もそれを繰り返したとうとうおしまいには日頃から大好きだったアングルの大色の重い本までなお一層の耐え難さのために置いてしまったなんという呪われたことだ手の筋肉に疲労が残っている私は憂鬱になってしまって 自分が抜いたまま積み重ねた本の群れを眺めていた。以前にはあんなに私を引きつけた画本がどうしたことだろう。一枚一枚に目をさらし終わって後、さてあまりに尋常な周囲を見回す時のあの変にそぐわない気持ちを私は以前には好んで味わっていたものであった。ああ、そうだそうだ。その時私は、 たのの中のレモンを思い出した本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて一度このレモンで試してみたらそうだ私にはまた先ほどの軽やかな興奮が返ってきた私は手当たり次第に積み上げまた慌ただしく潰しまた慌ただしく築き上げた新しく引き抜いて付け加えたり取り去ったりした 奇怪な幻想的な城がその度に赤くなったり青くなったりしたやっとそれは出来上がったそして軽く踊り上がる心を制しながらその城壁の頂に恐る恐るレモンを据えつけたそしてそれは上出来だった見渡すとそのレモンの色彩は ガチャガチャした色の会長をひっそりと防水系の体の中へ吸収してしまってカーンとさえかえっていた私はほこりっぽい丸瀬の中の空気がそのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした私はしばらくそれを眺めていたふいに第二のアイデアが起こったその奇妙なたらみはむしろ私をギョッとさせたそれをそのままにしておいて 私は何食わぬ顔をして外へ出る。私は変にくすぐったい気持ちがした「出て行こうかなそうだ出て行こう」そして私はスタスタ出て行った「変にくすぐったい気持ちが町の上の私をほほ笑ませた」「丸善の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた奇怪な圧巻が私で」 もう十分後にはあの丸禅が美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなに面白いだろう。私はこの想像を熱心に追求した。そしたらあの気詰まりな丸禅もこっぱみじんだろう。そして私は活動写真の看板画が期待の趣で街を彩っている峡谷を下っていった。レモン 終わります。